レキサンダー・フレミングはペニシリンを発見する7年前の1922年、シャーレの中の雑菌のコロニーの一部が彼の鼻水によって溶菌しているのを発見しました。その後、涙にも同じような溶菌作用があることを確認したフレミングは、この物質が酵素としての特性を持つことを証明し、リゾチームと名付け、またリゾチームに対して最も高い感受性を持つこの細菌をミクロコッカス・リゾダイクティクスと命名しました。リゾチームは体の多くの組織、特に白血球、涙、鼻水、母乳、唾液などに多量に含まれています。涙の落ちた部分のコロニーが溶けていきます。リゾチームの溶菌作用のメカニズムは、細菌の細胞壁の構成成分であるムコタトウの N アセチルムラミン酸と N アセチルグルコサミンとの間の結合を加水分解することです。黄色いコロニーが溶けて次第に透明になっていきます。この直接的な溶菌作用のほかに、リゾチームには抗生物質の効果を高めたり、白血球の食菌能力を増強する作用があります。リゾチームの持つこれらの働きを探っていくことにします。リゾチーム感受性菌の多くは非病原菌ですが、病原菌に対しても抗生物質とリゾチームが共存することによって、抗生物質の効果がより増強されます。まずグラム陽性の黄色ブドウ球菌を用いて、その強力効果をディスク法で観察します。左上に合成ペニシリンであるアンピシリンのディスク、そのすぐ下にリゾチーム、右側にアンピシリンとリゾチームを混ぜたディスクを置きます。左側のアンピシリンとリゾチームとの間に特徴ある組織炎ができ、また両者を混ぜたディスクの組織炎もアンピシリン単独のものよりも大きく広がっています。アンピシリン側に引かれるようにしてリゾチームの組織炎が楕円形を描いています。両者の協力効果がよくわかります。操作電子顕微鏡でその協力効果を形態学的に見てみます。まず正常な黄色ブドウ球菌、リゾチームを単独で作用させた場合、ほとんど形態変化は見られません。アンピシリン単独とアンピシリンリゾチームを混ぜた場合の比較、2時間目の状態です。4時間目、左側のアンピシリン単独に比べてリゾチームを加えた右側の画面はほとんど溶菌しています。グラム陽性の黄色ブドウ球菌の場合、その協力効果は特に著明に現れます。再びディスク法でグラム陰性肝菌の大腸菌の場合を見てみます。アンピシリンとリゾチームを混ぜたディスクはアンピシリン単独のものと比較して組織炎が大きく現れています。リゾチーム単独ではほとんど影響を受けない大腸菌の場合も、リゾチームの協力によって
抗生物質の効果が増強されるようです。これまでディスク砲や電子顕微鏡によりリゾチームが抗生物質の抗菌力を増強させることを見てきました。次に位相差顕微鏡下でその形態変化を追ってみます。正常な大腸菌分裂増殖を繰り返しています。大腸菌に対してアンピシリン単独の場合とアンピシリンとリゾチームの両方を含んだ場合のそれぞれの変化を観点培地上で観察します。アンピシリンの持つ細胞壁合成阻害作用により大腸菌はフィラメント状になりやがてスフェロプラストを形成して溶菌していきます。画面の右側アンピシリンとリゾチームを含んだ培地では大腸菌は時間的に早くまた確実に溶菌していきます。リゾチームとペニシリンともにフレミングに深い関わりを持つ2つの物質が病原菌に対して協力しながら抗菌作用を発揮しているのです。今度は同じくグラム陰性肝菌で難治感染症の原因菌の一つである緑膿菌の場合を見てみます。正常に増殖を続ける緑膿菌、この緑膿菌に対して抗生物質を前もって作用させ薬剤をよく洗い落とした後リゾチームを含む培地に移し替えたらどうなるか見てみます。緑膿菌に有効な合成ペニシリンであるスルベニシリン50マイクログラムパーミリリットルを1時間半作用させます。緑膿菌は分裂が阻害されフィラメント状に長く伸びていきます。スルベニシリンの作用を受けた菌を取り出し2つの観点培地に塗抹します。一方はリゾチームを全く含んでおらずもう一方にはリゾチームを含ませておきます。画面の左側はリゾチームを含まない培地、右側はリゾチーム200マイクログラムパーミリリットルを含んでいます。培地に移し替えられた緑膿菌は再び増殖を始めましたがリゾチームを含んだ方はその再増殖が抑制されています。このことからグラム陰性肝菌に対してもリゾチームがこれらの抗生物質の効果をより高める働きをすることが分かりました。これまで見てきた抗生物質との協力効果のほかにリゾチームには白血球の殖菌能力を高める働きもあります。採血した静脈血に 6% デキストランを加えると赤血球は沈殿していきます。その上澄みから白血球を分離し十分洗浄してリゾチーム 0.2 マイクログラムパーミリリットルを加えた培養液と加えない培養液で培養してその違いを観察します。
白血球の一つである多角球が大腸菌を食菌する様子です。培養液中にリゾチームは加えてありません。白血球は細菌などの侵入によって起こる感染症に対する生体側の防御因子として重要な役割を担っています。この食菌現象にリゾチームはどのような影響を与えるでしょうか。リゾチーム 0.2 マイクログラムパーミリリットルを培養液中に加えました。リゾチームを加えない場合に比べ、白血球の動きも生き生きとし、食菌も盛んです。リゾチームと共存することによって、白血球はその食菌能力を十分に発揮するのです。白血球はそのライソゾームの中に多量のリゾチームを蓄えており、細菌を食胞内に取り込むとライソゾーム内からリゾチームやその他の酵素を放出し消化してしまいます。抗生物質と自然に備わった生体の防御因子である白血球やリゾチームの協力作用を見てみます。抗生物質の作用を受け、フィラメント状に伸びた大腸菌を白血球が見事に捉え消化していきます。これまでインビトロでの食菌現象を見てきましたが、今度は生体内で観察します。マウスの腹腔内に強毒な緑膿菌を感染させ、2時間後にスルベニシリンを皮下注射した後回復して腸間膜を見てみます。まだ抗生物質の作用を受けない緑膿菌は生体の中で運動しています。病原菌の侵入を感知して白血球が血管から輸送しています。抗生物質の作用を受けた緑膿菌が長く伸びていきます。やがて白血球やリゾチームなどの防御因子がこのダメージを受けた病原菌に戦いを挑んでいきます。涙や鼻水、唾液などの中にあって細菌の侵入を防いでいるリゾチーム、そのリゾチームが病原菌との戦いの場でも白血球やその他の防御因子とともに大きな役割を果たしているのです。